マスクド海海のレトロゲームチャンプであります。いよいよサッカーワールドカップが始まるというこの日、この男がワールドカップには出れなかったがテクノスジャパンカップを目指します。画面出るかな。さあ呼んでみましょう。赤コーナーよりマスクド海海選手の入場です。ロシアには行かずこの北海道札幌を選んだ男、マスクド海海であります。テクノスジャパンカップへ向けて国尾くんの熱血サッカーリーグに挑んでいる男であります、マスクド海海です。さあ今日もこの相手であります。いよいよ見えてきたキャンプの座であります。青コーナーより国尾くんの熱血サッカーリーグ選手の入場です。さあ入ってまいりました、熱血サッカーリーグであります。さあポイントが41までいっています。次が21戦ということになるんですね。よっしゃパスワードだ。前回イタリア戦ありました。さあ今日も難易度をこれから決めます。はい、あの全勝です、全部勝ちますよ。OQF059F。 どうしました？パスワードが一桁多いな。え、どういうことですか？一桁多いパスワードって。 OQF059F。 パスワードが一桁多いぞ。どうしたんですか？パスワードが一桁多いな。まあ、これちょっと合ってるかどうかわかんないけど、ちょっとこれで一旦合ってるかどうか見させてくれ。どうぞどうぞ。合ってましたね。合ってる。あ、はい、一桁多いぞ。今出てるパスワードってことですか？あ、違いますね。これまた違うんですよね。わ、うん、かった。でも一つちょっと打ち間違っす。さあ今日の対戦相手はどこなのか、そして難易度が重要です。この後難易度抽選です。優しいをこれまでずっと選び続けています。普通あるいは難しいだとポイントを稼げるかどうか、勝利数を稼げるかどうかというのは非常に微妙になる可能性があります。この後このカードから1枚を選ぶマスクド海海です。では3枚カードがここにあります。1枚お選びください。どうぞ。1優しい、2普通、3難しい。これだ。順 2です。初めて普通になります。初めて普通が出た。難易度普通です。普通がどれくらい難しいかだな。さあちょっとポイント稼ぎが難しくなってくるかもしれません。よし、ちょっとここで難しいとこには当たりたくないな。さあではチーム抽選です。いよいよサッカーワールドカップが始まりますけれども、その前に日本の勝つ姿をみんな見たいと思います。よし、14勝しています。
あとね、一定のポイントと勝ち数を重ねることでこのゲームはテクノスジャパンカップという決勝トーナメントに進むことができます。ですのでこの予選リーグを早く突破して決勝トーナメントに行く姿を見たいところであります。さあ1アジア、2アフリカ、3南米、4ユーロ、そこからさあではまた4枚置きますのでお願いします。じゃあまたこの一番手前のこれだ、じゃん、1年アジアリーグ、よし、まあ比較的まずね弱いところからっていう普通のレベルがどういうなのかっていうのね、ちょっとまずアジアで様子を見る。さあタイ、3モンゴルでございます。まだ抽選です。対戦相手はどこか。じゃあまたこの一番手前の順、3モンゴルです。ということはあまり私が読みたくない名前の選手がいます。あの読めないやつがいるチームだな、モンゴル。モンゴルです。ディフェンスの活躍に支えられた守りの堅いチームらしいわ。チーム力2、まあでも普通になったから急に強くなるんじゃないのかな。チーム力2でも守りが堅い、点数入るかな。よし、モンゴル。さあモンゴリアン、モンゴルとの対戦であります。今日の初戦です。モンゴリアンとの戦いじゃ。では、モンゴルになっちゃって、今日の天気は晴れのち曇り、風向きはやっぱりこっちなんだな。向かい風、いつも向かい風だ。そして風力強いぞ、困ったな。竜巻もあるぞ。さあ皆さん、監督は皆さんです。オフェンス面1、2、3、ディフェンス面1、2、3、それぞれ監督指示をください。お願いします。テクノスジャパンあと2勝と29ポイント、ポイントが結構取らなきゃダメだな。 あと2勝と29ポイントか。まあ、勝利数はもう届きますけどね。あと2つ、今日中にいけそうですけど、ポイントですね問題は。あとポイントだな。ただ今日はね、かっちり1時間半、ね、あの放送時間がありましたのである程度稼ぎたいですね。そうですな。ただ風向きがな、こっち向きで、しかも浮力強いから、そして難易度が上がるという。難易度上がってシュートも結構近くで打たないとダメなのかな。そうですかね。さあ皆さん指示ありましたらお願いします。1パスでつなぐ、2任せる、3ドリブルで抜く、ディフェンス面も1ガンガンタックル、2任せる、3ぴったりマーク、それぞれ教えてください。初めて難易度が優しいから普通に変わりました今回です。あと1分ほど待ちます。ぜひ皆さんテロップ出ている通り采配お願いします。1、2、3選んでみてください。まあ守りが強いチームで風力もこっち向きの風向きが強いから、まあシュートもそんなに遠くから打つと全然入らないだろうなきっとな。ね、どれにすればいいかっていうのが分からないですねこれまだね。特に必殺技はないんですねモンゴルの選手たちっていうのは。もう必殺技だってもう選手の名前だよ読ませない、目立ちたがりのやつがいるからな。例の目立ちたがり、ね、ジョルキン、アジュール、ガザン、モントク、ああ石の塔と言っておりますさあちょっとどうですかね、ここは自由に行きますか。1試合目まずは行ってみよう。じゃあ一旦パスでつないでシュートも打って、皆さん後ほどぜひこれオフェンス面とディフェンス面1、2、3で書いてみてください。分かんない場合適当に1、2、3書いてもらってもいいので後半の時に皆さん書いてみてください。さあ対モンゴル戦です。キックオフです。実況山田大輔でお送りしてまいります。国役の熱血さっかり、はいどうぞ。いくぜ、け
さあ試合が始まります。さあまだ頼常です。おっと、これはジョルキンでしょうか。クリアしてきました。前半が始まっていまして、さあアジュルか。アジュルのシュート直接打ってきました。普通というのはどういうレベルになるんでしょうか。さあサジです。さあクリオに渡るか。あとなんだ、あー竜巻だ、竜巻です。これは大変だ、風が強いんです。ヘディングだ、キーパーよく取りました。幻影です。キーパー鉄壁、幻影です。風で2人持ってかれた今。何度も何度も日本のゴールを守ってきた幻影です。さああと読めないぞ、読めないぞ、読めないぞ、モンゴル、モンゴル読めないぞ。さあドリブルで上がっていきます。読めないぞ、シュート直接打ってきた。キーパーパンチング、さらに押し込んでくるのはガザン。いやジョルキンです、ジョルキンです。危ない、クロス危なかった。アジルに通ると危ないところ、シュート直接、キーパー取りました。危なかった日本、風が強いモンゴルです。いやトラップ面で、あーさあ竜巻だ、危ない、どこまで行くんだ、どこまで行くんだ、ライン終わっています。日本ボールです。寄り攻めのスローイン直接打つか、打てない、このディフェンダー読めないディフェンダー、国を取った。日本チャンス、ドリブルで上がっていく、あー打てない、後ろから、嘘よ、モンゴルのディフェンス。さあこれは取ったか、うん、ライン割っています。やべモンゴル強い、守りが強い、さすが難易度が上がっています。今日は普通です。守り固いって書かれてあるかな。スローインはモンゴル、確かに守り固い、そして足速い。さあこれはいいディフェンスだ、国を取った。そして寄り詰め、寄り詰め通るか、渡るか、打てない。もう後ろ今度はモンゴル、今度はモンゴル、アジル危ない。今玉乗りを見せました日本です。あそしてミノムシです。国を取った、ミノムシで取った。そしてシュート、サジに取った、シュート、ブロックシュート、ゴール、日本先制。鮮やか日本先制、ご覧いただきましょう。日本先制です。でも強いわやっぱり普通、やっぱりねシュートバンバン打ってくるわ向こう。やっぱり守りが固いチームだけあって強いな。このミノムシもありました、ミノムシで取りましたね。ミノムシタックル、そっからの国をからのサジ、もう一丁というキーパーを弾き飛ばすシュートでありました。1点先行です。日本がまず1点を取っています。モンゴル戦です。よし行くぜ、キックオフ。前半残り時間もうわずかです。寄り詰め、ライン終わっています。前半ロスタイム、シュートだ、直接、もう一回、惜しかりません、惜しかった日本。クニオのタコ、タコ。さあジョルキン直接打った、シュート、キーパーパンシング、危ない、危なかった危なかった。前半終了です。1対0、日本1点のリードで前半を終えています。竜巻も強いからな。難易度普通というのはそういう要素もあるってことですか。あるのかもしれない。風とかも手強くなっているということでしょうか。まあやっぱりいつものごとく、とりあえずミサコの愛で、まあ1回じゃ治らないミサコ、よし。でいつも岩壁と堀端ね、怒るんだよすぐ。よしテレビア、テレビア、よし。ちょっとなんか頼常にサポーターとかあげてみよう。スピードリンク、スピードリンク、スピードリンクはどんな効果でしたっけ。なんか強くなるでしょ。高橋教えて、スペースサポーター、スペースサポーター守ってくれるでしょ。うん、選手保護してくれる。スピードリンクはパワー、あパワーアップしてくれるということですね、うん、ゴム長靴などもあります。タオル今日ある、ニュータオル今日ありましたっけね。なんかタオルなかったような気がするな今日。あ、あったあった、疲れ癒してくれ、
ついでにマル秘ビデオもありました。マル秘ビデオじゃとりあえずとりあえずもらうんですね。危ないダイヤルかけてね、とりあえずキャピキャピしてね。今ね、ピーでピーしてるんだよ。うふだからどこでこの番号を仕入れたのかって話になります。じゃあ行きますか。さあ、では後半キックオフです。結構1対0日本リード。プレボー、相手はモンゴルです。よし、さあ追加点が早く欲しい日本です。直接打っていきました。キーパーキャッチです。強い風が依然吹いています。モンゴルです。いやさあジョルキンだ。ジョルキンに当たっている。これを抑えたぞ堀端。堀端のディフェンス、そして国尾、そしてサジだ。サジ通った、シュート、バレーだ。キーパー正面でした。やっぱり読めないやつたまにちょいちょい出てくる。さあ風が吹いている。直接打っていった。危なかった。カウンターでした。モンゴル。国尾より常に通るか。通らない。さあ取った、奪った奪った。そしてカジだ、シュート。キーパー正面でした。なかなか普通じゃ入らんな、急なシュートで。痛い。さあ国尾が奪ったぞ、奪ったぞ。ライン割っています。ボールはモンゴルボールになります。さあ日本ここはしっかり守りたい。モンゴルのスローイン。よし、日本守った。シュート。さあ直接か、カウンターだ、カウンターだ。サジサジサジ、打てなかった、打てなかった。B をしてるでしょうか。惜しかった日本。シュートまでいきませんでした。これをシュート打てばよかった。キーパーに戻しましたモンゴルです。残り時間1分を切っています。シュートの後半です。1対0日本、1点のリード。さあジョルキンです。ジョルキンが直接シュートー。ポストだ、ポストだ。危ない、日本危ない。危なかった日本。よく防いだ。ゴールポストでした。そして日本のディフェンスからの国尾。ここはカウンターできた。あったー、モントクです。さあ堀端取った。うーんと、モンゴルも奪い返す。中盤の攻防だ。国尾取った、国尾取った。さあ3人通っている。打てなかった、惜しかった。シュートまでいけなかった日本。国尾のパス。さあ竜巻も吹いている。風が吹く。サジだー、サジだー、決まったー。日本2点目、見事なゴールです。ご覧いただきましょう。これ普通のレベルだろ、普通のレベル。オーバーヘッドでした。よし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 、モンゴルでも強えな。2対0、大きな2点目が終了間際入っています。もっとこれは素晴らしい。素晴らしいトラップでした。パス出せって言ってんのに。あと打っていったな、モンゴル。危なかった。なんだ今のシュートは。なんだ今のシュートは。今の犬ドッグシュート。犬が飛ぶんだ。これすごいですね。もう普通ともなるとボールが物に変わるんだ。ヘディングシュートでしょうか。いや普通に打っていきますね。ボレー気味に打ったシュートが犬です。犬になるとかあるんですかこれ。ですがその犬を見事にゲンキャッチしました。ボールに変わる。結局何だったのかは分かりません。してなんかうちのチームも指示出してるのと違って勝手に回転くる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 しだしたんだよ。あれ何だったんだろう。あれは何でしょうね。よし、クナパス。サイドに入ります。風が強かった。ライン終わっています。サイドのライン終わってロスタイムです。モンゴルのボールです。日本このままいけば勝利です。普通の難易度でも勝利しました。2対0、日本勝ちました。よし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 、モンゴルを下してあります。これは文句ねえだろ、普通のレベルだからな。これで勝ち点3をゲットです。そう、パスワード。これはでもある程度普通でもいけるという難易度、普通になってもいけるぞという感じになってきましたね。ちょっとでもプレーも上手くなってきてるな。だいぶ慣れてきましたね。よし、216の A。よし、
とりあえずアジアでもう一回鳴らしときたいな。さすがにユーロ当たったらまだ勝てる気しないな。ドイツとか当たったらね。さあリーグを決めます。1アジア、2アフリカ、3南米、4ユーロです。お願いします。これだ。一番左上ドン。よし。お、アジアです。よし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 。韓国対モンゴル。まあ、韓国か、タイ。よし。1、韓国、2、タイ、どちらかです。じゃこっち2、2、タイです。ムエタイの使い手が多いチーム。ここもアジアとの対戦になりました。ムエタイになんて負けないぞ。タイランド。よし、今日の天気は雨 20% で、風向きいつも通り向かい風。なんか向かい風以外吹かないのかな。きついな、いつも風力弱い。雷来たー。おっと、雷です。さあ皆さん、2試合目、やっぱりこの堀端と岩上、いつもちょ、皆さん監督采配をお願いします。皆さんこの愛。お、一発で治った堀端。岩上岩上テディベア。お、一発で治った今回。いいなで、サジがなぜかすげえ調子。スペサボーツスリーク。スペースボールスリーク。もうとりあえずアイテム使って違いが全然分かってないけどな。よし、僕からテクノジャパン。あと1勝と26ポイント。1勝と26ポイント。勝利数はもうあと1つということになりました。ここで決めれるか。一発ミサコ。ただいま留守にしています。ピンの後にメッセージを入れてね。ピーがならないじゃないかよ、タカシ。タカシずっとこれしか言わないの。アイテムの説明しかしない。さあ、皆さんいかがでしょうか。いいかな、特にないかな。まあ、フォーメーションとかももし変えたいっていうのありましたら、こう変えてほしいとかありましたら、ぜひ教えてください。今のフォーメーションは212。2トップの体勢を取っているということになります。212、122、221と選ぶこともできます。まあでもファミスタの時もそうでしたけど、勝ってる時っていうのはあんまり指示来ないんですよね。まあそうですな。じゃあちょっと行きましょうかね。そうですね、はい、皆さんもぜひ気軽にコメントを寄せください。30名見ていただいてます。ありがとうございます。さあ試合が始まっています。日本対タイです。今日は山田大輔でお送りしています。おっと、シリケンシュートゴール。立ち上がりすぐのゴールでした。1点先行日本。急にシリケン打ち出したぞ。ご覧いただきましょう。なんかもしかして普通にしたらチームメイトも強くなるのか。びっくりした今。すごいシュートになりました。シリケンシュート。ボールどこ行ったと思ったら、頼常ゴール突き破っていきましたな。スローでご覧いただきます、ね、ヒールリフトからのですね。ヒールリフトもこいつなんか勝手に読んで空中でボレーが一度敵に当たりましたが、敵に当たって跳ね返ったところですかこれは。でもなんかそういうシュートなのか。なんか急に手裏剣になるでしょう。あ、跳ね返った時にはもう手裏剣になってます、うん、鋭角にシュウィーンつって。そしてキーパーも捉えました。そしてもうゴールも壊しました。見事なシュート。キャプテン翼みたい。1点先行、試合立ち上がりまず1点取っています。相手はタイです。また勝手にクリンクリンしだした。おっと、よりつね、よりつね、よりつね、また手裏剣シュートだ。いたー、おっと惜しかった。そして雷。危ない。トンチャイ、トゥインポンだ。ディフェンス日本、日本のディフェンス。なんか指示聞かないぞこいつ。ピプン、ピプンからシュートだ。キーパー正面でした。クニオくん、ここがライン割っています。日本が幸先よく1点を取っています。相手はタイです。
スに渡った。スプーン、スプーンをかわす。2位があります。さあ、クニオのドリブル、ドリブル、ドリブル、上がっていったぞ。日本チャンス、切り寄せからだ。シュート、キーパー取りました。そしてキーパーが行く、キーパーが行く。さあ、サジが、サジが取った。キーパー戻る、そのままシュート、ブロック。さあ、どうだ、取った、後ろ取った。キーパー無人、キーパーいないぞ。無人のゴールだ、無人のゴールだ。どっちに打った、サジ。危ない危ない危ない、日本危ない。前衛が取りました。危なかった危なかった。スパイルのスパイ。さあ、サジ、サジシュートー、ゴール。なんだ今のは、稲妻シュート。でもその前のサジも危なかったぞ。ご覧いただきましょう。その前のサジも意味わかんなかったな。その前のサジ出ますかね。ちょっとこれどのあたりですかね。あのまま打ってばいいのに。なんかここですか。自分にこうコーナーなんか上げちゃったな、ボールを。この辺りですね、きっと。センタリングあんな飛ばして、シュートを打ちました。これブロックされたんですけれども、でももみくちゃになりながらも通る。これですね、あ、ここですね。ちょんぼですね。センタリングを自分の急に危うくオウンゴールですね。あんなセントリング、これ危なかったですよ。幻影よく取りました。セントリック見たことね。その後です。このシュートも見事でした。直接打っていきました。シュート、稲妻もね、いいタイミングで振った。そうですね。2対0日本。違う、なんだかいろいろ技のもねバリエーションも増えています。パス。さあ、風が強い、風が強い。やりつね、やりつね、取った、シュート、手裏剣シュート、決まった。技の名前が分かりません。やりつねもシュートいいな、あの必殺技ね。え、ツバメ返しですかね、あれが。あの指示聞いてくれないんだけど。さあ、サジ、ほら、このプンプンプンって音聞こえます。うるさいって言ってます、うるさいって言ってます。サジ、無視してます無視してます。サジ無視って言っています。サジ指示聞かない、指示を聞いていません。うるさいって言っています。シュートだ。あら、ちょっとこんなことあるんだ。マスクの海海の指示を全く聞かない。シュート、決まった。ちょっとサジにショックなんですけど、よりつねは言うこと聞いてくれたけど。こんなことあるんだ。サジ、サジがうるさいと一言言っています。さあ、トンちゃん、もうトンちゃんのシュート、もうマスクの海海のショックだよ。手から離れているようです。4対0ですが、日本は大きくリード。チームメイト言うこと聞かないんだ。ちょっと絶対、あら、怒ってない。サージこれで怒ってないんだ。でも、ただ先ほど完全にうるさいって言ってました。ホリバターは怒ってんだな、いつも。ヨイツネのシュートはツバメ返しなんでしょうか。あれはが大きくリードを取っています。4対0。さすがに作戦のことは来ませんね、こうなると。さあ、後半です。大きくリードを奪った日本です。相手はタイ。さあ、頼綱のタックルですが、プニポンが取っています。頼綱は言うこと聞いてくれる。さあ、クニオです。クニオ取りました。おっと、真空飛び膝切り。さあ、クニオ、さあ、クニオ、クニオが打っていきました。さあ、サジですよ。サジ、あー、雷だー。さあ、ピプンか。そうか、ゴム長くプニポンでしょうか。シュート打ったか、どうだ、んーと、サジです。クニオのタコ、よし、クニオが取っています。さあ、クニオ、さあ、クニオ、シュート、強烈、アート、バーだ、下にもう一度押し込んだー。ヨリツネ、ヨリツネが押し込みました。5対0。
ありがとうございます。コメント今勝ってるぞ。マスクド勝ってるぞ。日本5対0。もう国王もパスだけじゃなくてシュート打っていくかな。普通だと打った方がいいな。国王が打っていたところ惜しくもバーでしたが、頼綱が押し込みました。こぼれ球、じゃあ5対0になっています。今日は早くから多くの方ご覧いただいてありがとうございます。さあ試合は後半です。タイを相手に5対0大きくリード日本。シュート、サジのシュート、キーパーパンチング。もう一回押し込むか、押し込むか、倒れている倒れている、サジサジ、もう一回シュート、キーパー、ナイスキーパーです。プリポンがそのまま行く、シュート、あとポストだ、もう一回押し込んだ、ゴール、やりつねー、6点目が入りました日本。ただユニヨリツネがさっきからスライディングを嫌だって言うんですちょっとさあちょっと何か不協和音です日本うるさいと、岩壁がうるさいと言っています。言うこと聞かなくなってきたぞ普通だと。さあちょっと不協和音日本これ指示出しすぎたりすると何かあるんですか。堀端です、堀端が行きます。でも指示出さないとな。サジです、堀端とサジはいい連携です。今のでも言うこと聞いてくれた。シュート、頼綱、シュート、さあサジもいるぞ、サジもいるぞ、コーナーでしょうか。よし国上がれ、国上が上がってきます。サジのコーナー、雷の中、誰もいない。さあ国を取った、シュート、正面、誰もいない、ゴールです。よし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 、7対0になりました。よし、太陽相手に圧倒日本。シュート、さらに頼綱、試合終了、7対0日本勝ちました。よしよし、これで勝ち数はいいんだな、あとポイントか。さあテクノスジャパンカップへ向けて勝ち数は届きました。よし、普通でもある程度はいけるな。まあまだちょっとアジアだから何とも言えないんだけど、これで47ポイント。よし、パスワード今メモって、あとはもう勝ち点ということですね。勝ち点目指すのは。頑張れ国王ジャパン、ありがとうございます。よし、じゃあチーム決めるぞ。皆さんこの後ぜひね、采配も振るってみてください。次ひょっとすると強い相手になるかもしれません。どうします、アジアだったら韓国ということになりますね。そうですか、いいですか、じゃあそれも一応入れた形で抽選して、1アジア、2アフリカ、3南米、4ユーロ、ここから抽選します。いやー次もアジアで行きたいけど、まあユーロ以外ならいいな。さあどうだ、 1アジアです、ここもアジアです。韓国、韓国か、アジアと全てやるというふうにまずなりました。アジアの強豪で団結力のある粘り強いチーム、やっぱり日本といえば韓国ライバルだからな。このレベル普通でもなんとか。今日初めて優しいから普通に天気予報なりました。雨の降る確率 20%、 風向きはまた向かい風だけども風力弱い。注意報、雷、また雷か、怖いな。お、みんな調子いい中、国王だけちょっと、じゃあ国王の鮭の干物、またじゃあまたちょっとゴム長靴今回使うか。雷あるからな、みんなにゴム長靴を与えて。雷が怖いですね、確かに。キーパーの幻影です。さあ皆さん作戦どうすか。あ、ごめんなさい、出すの忘れてました。はい、監督皆さんです。
オフェンス面、1パスでつなぐ、2任せる、3ドリブルで抜く、1、2、3で教えてください。ディフェンス面もディフェンスの方を1、2、3で教えてください。ガンガンタックル、任せる、ぴったりマーク、3種類あります。さすがでもワールドカップが今日からいよいよ開幕ということもあって、多くの方ご覧いただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあいよいよもう勝ち点だけを積み上げたいという感じですね。ただ勝ち点だけだから、まあまあ引き分けでもまあいっちゃいいっていう話だから、もうまあ勝ちたいな韓国。できるだけ早くテクノジャパンカップ決勝トーナメントに駒を進めたいところ。あと30秒だけ待ってみます。さあ采配がありましたら教えてください。1、2、3でお答えください。オフェンス面1、2、3、ディフェンス面1、2、3。今日初めて難易度が普通で行っています。これまでずっと抽選でやっても優しいできたんですけど、初めて普通になりました。でアジアとの対戦が続いています。抽選でこれも選んでるんですけど、モンゴル、タイと勝ってきまして、次が韓国です。さあ行きましょうか。キックオフです。実況山田大輔でお送りします。さあ始まりました。韓国チョンイル、クニオからサジ直接打った。キーパー正面、ちょっとサジとクニオのちょっと指示を聞かないというのが先ほどの試合でありました。ちょっと気になるところです。サジだ、シュートー、ゴール、日本先制。韓国相手に先制です。ご覧いただきましょう。言うことさえ聞いてくれればいいんだよ。今のは行けっていうコメントも出てましたけど。1点先行日本です。さあ頼常、さあシュートだー、つまめ返し、キーパー取った。普通に取りやがった。先ほどまでの試合では弾き飛ばしていたんですけどね、キーパーもね。チョンイルです。チョンイルからマンスへ、シュートー、危ない、危ねえ、なんか普通に必殺シュートでした。パス、クニオのシューティング、クニオ取った、やった、チョンイル、チョンイル、チョンイルを止めたい、ヒールリフトだ、止めたい、堀端、止めるか、止められない、シュート、幻影取っている。キーパー幻影は調子がいい。幻影が非常にいい守備をします。日本です。ワールドカップの日本代表にも幻影が欲しいところかもしれないですが、さあヒールリフト、チョンイル、チョンイル、チョンイル、4毒に渡っている、渡っている。さあマンス、クニオ取った、日本のディフェンス、ライン割っています。韓国ボールです。あー取れた。さあミンホです。クニオのタックル、日本1対0リード。パス、さあ堀端か、寄り詰めだ、シュート、つまめ返し、キーパー取った、クニオのタックル、実際シュートを取られます。さあ日本が攻めています。常に日本が攻めています。残り時間が迫ってくる。よりつね、よりつね、そしてサジ、シュート、ゴール、強烈なゴール、2対0、日本追加点。韓国のやつはシュート決まってんだな、必殺シュート、名前が。あ、そうなんですね。よし、クニョが引き付けてパスからのシュートを決めろ、サジのシュート、今取っています。選手ばりのこのクニオ君の敵を引きつける能力、シュレーディング、あ、取れなかった、パス、あー、ロスタイムに入っている、危ない、危ねえ、パス、ナイスキーパーです、ケンエクニオのパス、打った、シュート、試合はもうロスタイムに入っています。シュートはサジー、これが入ってない。2対0、ハーフタイム入ったと思うだろ。あ、だ、そうなんだ、フォワードが今いい動きをしてるんだ。ただ今点差入ったと思ったのに。これのシュートはなんて読むんですか。引用対局図シュート、そうなんですか。そうだよ、点差入
鳴るやつや。おーし、中東の笛が鳴りました。お、みんな調子いいけど、やっぱクニョが怒ってる。クニョなんか最近怒るな。鮭の干物、よし。で、ポリバターに。さあ、ミサコの愛、2対0、日本リード。皆さん、ぜひ采配もお願いします。ちょっと、雷あんまり鳴らなかったけど。あ、そうでしたね。長靴与えた時に限って。ライバル韓国に2対0リードです。長靴、韓国のあのシュート強烈でしたね。もうびっくりした俺。でもよく止めたよ、現役。よし、じゃ行こうか。どうでしょうか。ちょっとじゃあ、ちょっと待ちますか。さあ、これででもアジアをとりあえず今日ね、3試合すべて勝ったらアジア以外のリーグのチームとの対戦になります。良さそうでしょうか。では後半に入ります。結構デボイ。さあ、よりつねが取りました。インタコが奪い合いになっています。よりつね、よりつね、そしてサジに通った、シュート。まず日本のシュートから始まりました、後半です。さあ、チェンジ。あー、ディフェンス1でって、ありがとうございます。ちょっと間に合わなかったです、ごめんなさい。次の試合ディフェンス1でいきたいと思います。さあ、クニオ采配ありがとうございます。さあ、堀方が取っています、取っています。さあ、サジ、サジシュートー、ゴール。サジはこれハットトリックですか。ハットトリック3対0。今のは誰でしょうか。さあ、よりつね、よりつね、よりつね、シュート。詰め返し、きたー、ゴール。ようやく決まったよりつね。4対0。必殺シュートが止められてたからな、さっきな。4対0になりました。日本としてはこれでセーフティーリードに入ってきました。ちょっと滑りすぎた。クニオが取っています。さあ、サジに通るか、通るか、取らない、取った、奪った、シュート、ヘディング。キーパー奪っています。クニオ君、クニオ君、残り時間1分を切っています。さあ、韓国の攻めです。チョンイル。さあ、クニオが取ったか。あと韓国に渡ってそのまま打っていきました。よし、パス。クニオの雷だ、雷だ。ダイビングヘッドか。なんだこれは、なんだこれは、なんだこれは、ミノムシだ。さあ、その間にヨンスが取っている。そしてチョンイル、チョンイルのドリブル、ここを止めたい日本。ヨンドクに渡らなかった。岩壁が取っています。あーっと、コーナーです、韓国のコーナーです。なんで岩壁そっち蹴った。大きく後ろに下げました韓国。あーっと、シュートだー。危なかった日本。よし、自ら守ったぞ今。パス。さあ、堀端パス。からのサジ。そしてやりつね。もう一回サジ、もう一回サジ。シュートの指示出してんのにパスしまくるこいつら。パスをし合っている、し合っている。結局打ちませんでした。どうした、よりつねとサジ。言うこと聞いてくれない。サジ。さあ、クニオがボールを奪っています。ロスタイムです。試合終了。日本勝ちました。ただ勝ちはしましたが、何かこの日本不協和音なんでしょうか。少しずつ言うこと聞かなくなってきたな。ちょっと日本に今何が起こっているのか。よし、じゃあパスワード。ちょっと心配ですね。うん、言うこと聞かないんだよちょっと。さっきから日本代表になんか、特に攻めの方ですね、オフェンスの方ですね、何か選手同士でトラブルがあったのか。ただ韓国に勝ちました。勝ち点50に乗りました。もういよいよ、でもちょっと残りポイント見てみますかね、この後。さあ、決勝トーナメントがいよいよ見えてきました。今日中に行っちゃうんじゃないですか。まあ今弱いアジアだったからな。
でやるとちょっとまだ分からんぞ、これは。ねえ、これに触発されたか、頼経も続きましたねって書いてくれてます。ありがとうございます。次、ディフェンス1でいきましょうか。はい、さあ、ではアジアはやめます。ここはアフリカ、2アフリカ、3南米、4ユーロ。さあどうだ。じゃあこれだ、じゃん、2アフリカリーグです。アフリカ、まあアフリカも強いからな。カメルーン、ギニア、セネガル。セネガル、セネガルには勝っておかないとダメじゃないのか、これは。そうですね。コロンビア、セネガル、ポーランド。さあ、1カメルーン、2ギニア、3セネガルです。さあどうだ。3セネガルです。セネガルってこのゲームの時にはどんくらいで結構 強いんだぞ。セネガルもチームワークはいいけど意外と体力がないチーム。よし、後半勝負だな。ちょっと資料出しますんでお待ちくださいね。じゃあ天気、雨の降る確率 20%、 風力弱い、落ちる方ない。この間にぜひ皆さん、ディフェンスだっけ？ディフェンスが1でしたっけ？ディフェンス1、オフェンス皆さん、1、2、3教えてください。セネガルとの対戦です。セネガルもね、ちょっと読みにくい選手名もいるんですよね。じゃあディフェンス1。オフェンス面何かあったらお願いします。ディフェンスはガンガンタックルを今回選択します。さあ30秒ぐらい待ちます。セネガルはルムンバ、そしてウェンバ、ヌジョマ、ヌジェリ、オベンジョ、ムンジャラとおります。オベンジョだな。オベンジョも目立ちたがりだな。そうですね、なんか危うい名前のやつはみんな目立ちたがりなんだ。さあセネガルには勝たないと、マスクドミミとしては、日本としては、日本が危ないからな。あとポイントいくつになってました？20ポイント。あと20ポイントですか。あと4試合、5試合ぐらいでいける感じですかね。普通にいけば全部勝てば5試合ぐらいかな。それを貯めると決勝トーナメント進出です。じゃあいきますか。では試合に行きたいと思います。セネガル戦です。キックオフです。キックオフ、山田大輔でお送りします。さあ始まりました。絶対に勝ちたいセネガル戦。ウェンバが取っている。セネガル早いな。シュリン、ルムンバです。ルムンバシュート。ルムンバからヌジョマでしょうか。今のセネガル早いんだよ。パス。まず一発サジです。サジです。シュート。今サジがうるさいと言った気がします。でもシュート打ってくれたんだ。さあシュートの指示出したんだけどうるさいって言ったんだ。さあクニオ、クニオが取っている。パス。シュート。よりつねシュート。キーパー正面です。クニオ取れ。あ、さあルムンバです。足が速い。ルムンバからヌジェリ。さあクニオ取った。さあ日本チャンス。
さあ誰につなぐ、うん、とシュートシュート打てるか、サジ国男とサジ、サジが打つか、打てない国男取った、奪った、シュート、これはゴールの右でした。日本チャンスでした。流されたな、風が吹いています。ゴールキックで、おっと取れた、今の取れんのかよ、惜しかった、取れましたね、取れると思わなかったからシュート打たなかった今。さあルムンバです、ルムンバです。邪魔だけしようと思ったんだけど、あそこ取れんだったらあのシュートは打てませんでした。パス、シュート、現役掴んでいます。相手はセネガルです。日本としては勝っておきたい。さあルムンバが行く、ルムンバが行く、止めたい、止めた、止めた、堀端止めた、サジに、サジに渡った、サジから国男だ、さあチャンス日本、よりつねが上がっていく、よりつねに渡った、シュートー、ゴール日本先制、セネガルから日本が先制です。ご覧いただきましょう。いやー今ね国男でこうセンタリングですよ、国王に渡ってユリズネが待ってました。今やっとね、確かにその普通のレベル で今セネガルもチーム力3だから、やっぱまあここを勝っておかないといけないな。日本にとってはやっぱりこのセネガルに負けちゃいかん、今日負けると負けてしまうぞ日本。非常にね演技悪いですからね。さあユリズネが奪っています、日本。ただこれはそのままラインを割っています。フォワードのウェンバに通してはいけません、日本です。やばい、危ないぞ、危ないぞ、シュートだ、もう普通のシュートでよかった。よし、国をパス取れ。さあ、ヌゼリ、国が取っています。さあ、ロスタイムに入っている。パス、シュート、シュート、やりつねゴールと言いながらシュート打っていきました。さあロスタイム、ルムンバが行く、ここが止めたい、日本、日本止めたい、シュートへ、オーバーヘッドだ、危なかった、危なかった、前半終了、危なかった今のは。あーでもホイッスルが鳴っていました。いや危なかったですね今。まあ今でも多分ホイッスル鳴ってたからまあ無視したのもあるのかもしれんけども、でしょうかね。危ないな、ねえ、まあ、国も最近ちょっとすぐ怒るんだよな。日本側のゴールが揺れたので焦りましたけれども、なんとか1対0日本リードです。さあ皆さん、特にオフェンス面を教えてください。1対0リードです。日本はとにかく勝たなくてはなりませんこの試合。怒ってますねみんな、下の方もね。下は出してないのになんで怒ってんだ、まあ、あいつ出してないから怒ってるんですか。出してないから怒ってる。出してほしいの。これ、ツネオと出したことないですね、確かにね。ツネオとカルロス怒ってる。もうじゃあ危ない電話かけてくから。ミキちゃん、指ないんだよ、いつも。これまあもしあれでしたらね、あの熱血の方で、まあ、日本の方であの出してほしい選手とかいたら教えていただければ。結構選手名とかはあの検索すると出ると思いますし、このゲームのね、うん、一応今読み上げると出てないのが、ウガジン、鬼竹、クモン、貝月、ツネオ、カルロスという選手が一応出てない選手。下に名前が出てる、この下6人出してないな。そうですね、ええ、もしまあまあ今後でもいいのでちょっと見てみたいみたいなありましたら教えてください。さあ采配はそのままで良さそうですね。で行こう。さあ後半です、セネガル戦結構プレーボーイ。さあ始まりました。早速日本が取るか、よりつね取った。さあ玉乗りドリブル、ドリブル、そしてサジ、サジ通るか、日本惜しかった。バックパスです。ちょっと聞いてほしいタイミングで聞いてくれないんだよ。2、3本遅れてから言うこと聞くんだよ。
シュート直接打ってきました。ミドルシュート、ロングシュートでした。さあ、ヌジェリ、ヌジェリ。ルムンバラ。よし、パス。さあ、堀端が、これは、ナイスディフェンス。よりつめに通るぞ。シュート打てるか。うん、サジがいる、サジがいる。シュートー、キーパー正面でした。地区にはもう少し上がろうか。早く追加点が欲しい日本です。守るのではなく、ここは攻めなくてはならない日本。クニオが行く、クニオが行く。そして、サジ。パス、うん、パスが通らない、風が強い。風だな。セネガルボールです。一進一退の攻防が続きます。後半です。日本1対0リード。キムンバ、さあ素晴らしいディフェンス、堀端。さあサジに渡るか、渡るか。頼綱がいる、サジだ、打った、ヘディング、一発掴んだ。日本惜しかった。残り時間は1分です。さあ、ヌジェリシュート、直接打っていきました。ちょっと攻めの方機能していないのかセネガル。さあ、クニオが取っています。パス、クニオからヨリツネ、フリーだ、シュート正面でした。クニオ間に合い、さあクニオ、そっからでフリーダボー、打ったー、こぼれている、シュート、ポストだ。さあサジがいる、サジがいる、サジがいる、これも抑えた、もう一回サジだー、押し込んだー、2点目日本、素晴らしいシュートでした。いや守りも勝てえな、せながらここで勝ったから、あと2本どやさ。粘りの攻めを見せました日本です。2対0、大きな1点。セネガル相手に絶対に落とせません日本。さあ、頼綱、ここも取ったぞ。壁か、クニオディフェンス。さあ、堀端、クニオディフェンス、パス。さあ、ロスタイムに入ります。パス、日本勝利へ。さあ、サジからヨリツネ、シュート、キーパー抑えた、試合終了、日本勝ちました、2対0。でもサッカーっぽいな。さらに勝ち点を伸ばしました日本です。こういう試合であってほしいワールドカップ。とりあえずこれで日本勝ったらいいな、セネガル戦もな。よしよし、幸先いいぞ。54です。ゴールが何点でしたっけ、70ぐらいですか。まあ多分70ぐらいだな、70ちょいぐらいですか ね、 ね、残りポイントしか出なくてな、さっき。そうでしたよね。ちょっとちょくちょく見ておきましょうね。言ってましたって言ったらなんか、ね、なんか恥ずかしい感じになるんでね。さあ、次の対戦をきます。今日は結構ね、試合数もできます。残り30分あります。ベートユーロはちょっと勝てる気しないな。2アフリカ、3南米、4ユーロ、こっから選びます。どうぞ。これだ、 3、 3南米リーグ、南米リーグです。やばいぞ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコはやばいな、どれも強いぞ。さすがにこれは勝てる気しないな。アルゼンチンもブラジルも嫌だな。メキシコ当たんねえかな。さあ、1アルゼンチン、2ブラジル、3メキシコ、どれも強いぞ。さあどうだ、一番上のこれだ、じゃん、3、メキシコです。メキシコもでも強いけど、この中で言ったら、そうですね、うん、謎のサッカーチーム、格闘サッカーが得意。よし、メキシコ、メキシコの天気は、風力普通だけど、雷と竜巻がある。雷と竜巻両方あるぞ。困ったな。雷と竜巻、どっち、まあ、ゴム長靴はとりあえず、入ってもらおう。やばいな、竜
竜巻と雷両方だ。16ポイントやっぱり70だな。70でいくわ。あ、70なんですね。 あと残り16。ただこれメキシコに勝てば結構ポイント、うん、メキシコは高いんじゃなかったでしたっけ。メキシコはチーム力2だ。あ、2ですか。じゃあそうでもないですかね。南米の中でメキシコだけ弱い。あとはブラジルは 4-5 で強いからな。まあでもまずこのメキシコを倒すことが大事ですね。アビレス、アギナガ、ゴンザレス、サラザール、タバジャス、エンリコと選手がおります。さあいかがでしょうか。ディフェンスはそのまま行ってみますか。行きますか。1でで、オフェンスどうしましょう。オフェンス面特に何かあったら教えてください。30秒だけ待ちます。さあ日本対メキシコです。いやまあね、南米となればね、ワールドカップで言うとコロンビアとかそうですか。コロンビア南米だな。そうですね、うん、1試合目で当たるやつだ。そういう意味ではね、勝っておかなきゃいけませんね。雷と竜巻があるからちょっと油断はできない。では行こう。さあメキシコ戦始まります。プレーボーイ。さあ頼常かわしていった、かわしていった、上がっていく、上がっていく。さあ誰もいないぞ。シュートだ、シュートだ、つまり返し、キーパー取っています。ちょっと余裕がありました。メキシコはみんなマスクをしています。海と一緒です。アベレス、岩壁がオーバーヘッドでクリア。そしてそれをサジが取った、シュート。キーパー抑える、空いているぞ、ゴール空いている。ヨリツネ、ヨリツネ押し込めない。どこに行った、どこに行った、シュートだ、決まった。なんか見えなかったけど上から降ってきた。ご覧いただきますか。いや一瞬ボールがどこに行ったかと思いましたが、でもゴール手前で必殺シュート打ったのか。そしたらもう普通のチョンでいいんだけどな、あれな、誰もいなかったから。これですね、うん、上に上がっていったんですね。チョンでいいけど必殺シュート打っちゃったな。よし、さあメキシコ相手に日本先制。そしてヨリツネです。さらに攻める日本、シュート、シュート、つばめ返しだ。サジが押し込めるか、押し込めない。さあタパジェス、ここはヨリツネが取っている。キーパー前に出る。ああ、さあメキシコ、アギラが上げるぞ。頼むね、ヘディング、頼むね、よしパス。日本が抑えました。さあ雷、ダイビングヘッド、そしてオーバーヘッド、キーパーパンチング、押し込んだ。2点目日本。国は何をやっているんだ。2対0。いやー今でもクーニオのねパスでしょ最後。そうですね、シュート気味でしたけどね。シュート気味のパスを。鮮やか日本2点目。それをクーニオが祝福してました。やっぱりね、ロングパス出したいときはもうシュート性の打った方が飛ぶんだよ。確かに2対0。完全に主導権を握った日本前半です。さあクニオ、そしてヨリツネだ、ヨリツネだ、サジに渡った。打ち合いになっています。さあ誰が行くか、サラダール、いやサジが取った。そしてヨリツネ、ヨリツネ、シュート、今のは繋がりませんでした。あそこでシュート嫌がるってどんなフォワードだよ。岩壁です。そしてサジへ、そしてヨリツネ、なんでシュート信じて、言うこと聞かねえ。無視しているのはサジ、そしてヨリツネ。ちょっと日本この辺りのチームプレー乱れています。さあクニオです。ここはなんとかクニオが統制していきたいところです。タバジェスが奪っています。パス、
あどうする、アビレスか、アビレスです、やっていきます。いや、言うこと聞かない。あー、かわした、シュートー、1点空いてしまった。言うこと聞かないんだよ。メキシコのシュートでした。大丈夫でしょうか。日本ご覧いただきましょう。だめだ、言うこと聞かないな。完全にディフェンダーもおりませんでした。ディフェンスで言うこと聞いてくれないとちょっときついな。何が起こってるんだ日本。これは普通という難易度の影響もあるんでしょうか。何なんだ。さあロスタイムです。クニオが行きます。難易度高いと言うこと聞いてくれないんだ。前半終了です。2対1です。点を奪われた日本です。どういうことなんでしょうね。うるさいというそういう声も選手から聞こえていました。ディフェンスいうこと聞いてくれるんだ。岩壁あたりでしたかね、うるさいっていう無視っていうコメントもありましたが、言うこと聞いてくれなんてきついよディフェンス。さあ2対1、ちょっとこれは油断できない感じになりますね後半。雷と竜巻もあるからな。さああと25秒ほど待ちます。テロップの通りです。特に、オフェンス面を待ちます。 1,2,3 でお答えください。さあひょっとすると今日中にも決勝トーナメント進出が決まるかもしれない日本です。ワールドカップでもこういうこと言えばいいんですがまだ開幕前で開幕直前というところです。さあでは行きましょうか。後半です。キックオフ、プレーボーイ。早速日本取れるか。さあメキシコボールです。国を奪った。さあ日本攻めていく。追加点が欲しい。2対1日本1点のリード。アビレスが取った。さあ奪い合いになるぞ。アビレスです。メキシコヒールリフト、いいディフェンスだ。堀端、さあクニオ、さあクニオが行く、クニオが行く、クリーしたからのシュート。キーパー正面でした。あと雷、雷そこで、あーとクニオ、サジが行く、サジが行く、サジが行く。日本惜しかった。さあカウンター気をつけたい。メキシコのこのカウンター危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。ディフェンス高いない、シュート。危なかった日本。危ないぞ、まだ危ない。ディフェンスいません。ここは抑えたい国を。ちょっとどうした、どうした、どうした。サジだ。日本のカウンター、やはり寄り詰め取った。シュート。風が吹いている、吹いている。サジ、誰もいない。ゴールだ。追加点日本、大きな1点が入りました。もうだから言うこと聞いてくれればいいんだ。全然言うこと聞いてないですね言うこと聞いたらやっと点差入ったけど、だめだ、基本聞かないなこのシュートも決まったかに思いましたが、そのこぼれ球もサジでした。よし、竜巻もいいとこでディフェンス、危なかったあれ。あー雷、国岡が奪っている、奪っている、奪っているサジに当たりました。サジが完全にしてしまった。大丈夫でしょうかサジ。さあ、アギナガシュートを直接打っていきました。ここは助かったか日本。よし、国岡、クニオ、クニオどうした、クニオどうした、危ないぞ。ゴンザレス取っている、メキシコ日本危なかった。ここがクリアです。よし、やった。さあ一気にチャンスだ。メキシコボールです。クニオのタコ。さあクニオ、さあ日本3人いるぞ、3人いるぞ。上がっていってペナルティエリア内、クニオのシュート。あと正面でした。雷です、雷です。堀端、サジに通るか、寄り詰め、寄り詰め、決まった。
決定的な 1.4 対1。 雷が激しくなってきた。雷が激しくなってきたよ。怖いよ。試合終了。日本勝ちました。喋ってたぞ今。4対1言うことが言うこと聞かないながらも4対1日本勝っています。これで58、残りが12ポイント。今日10はどうか微妙なラインではありますが、いよいよ決勝トーナメントが近づいてきた日本です。さあでは2アフリカ、3南米、4ユーロです。次の対戦相手ポイントを稼ぐならアフリカリーグという感じになりそうですが、さあどうだ。アフリカです。さあポイントを稼ぐにはというようなところになってまいりました。セネガルはやってるんで、カメルーンかギニアにしましょうか。カメルーンギニア。さあどちらかどうぞ。カメルーンです。普通初めてのチーム力4だ。やばいぞ。ここで敗北環境。カメルーン、動物的な個人技の才を持つアフリカナンバーワンチーム、チーム力4。やばいぞ。もう今日の中で一番強いってことになりますね、カメルーン。風向きはまあ向かい風、風力弱い。やばい。でもこのカメルーンに勝てばいいんじゃないか。勢いに乗るぞこれ。よし、かなりねポイント的にも美味しいですよね、勝てば。今日も、あ、今日は50名以上の方すでにご覧いただいてます。ありがとうございます。12ポイントなので、これ一気に一桁ポイントになるわけですね、勝てば。美佐子ありがとうだけか。その後の話はよ、いつも応援して必ず優勝してる。じゃあね、言いたいことだけ言って電話切りやがる。同じことしかやんねん美佐子。さあこのままいっていいでしょうか。カメルーン、あと20秒待ちます。カメルーン勝ってるかな。パスでつなぐ、任せる、ドリブルで抜く、教えてください。 1,2,3 で教えてください。カメルーンが相手です。ワリオバ、ワリオパでしたっけね。ダコスタ、オバンゴ、ムガベ、クンザラ、ジャワラ通ります。良さそうでしょうか。ではいよいよ注目のカメルーン戦です。キックオフ、山田大輔でお送りします。さあよりつね、まあ、カメルーンも日本にとってはな、鬼門ちゃ鬼門だから、うるさいって言われた。さあシュート、のシュート、ちょっとチームワークが乱れています日本です。ワリオバです、ワリオバです。ワリオバのドリブル止めたいところで、トリバタ、かわされた、シュートだー。キーパー掴んでいます。キーパー現役鉄壁です。今日は1点しか許していません。さあワリオバです。このドリブルを止めたい。カメルーンのドリブル、オバンゴ、これは気をつけたい。さあ国を取っている日本チャンス。さあフォワード2人揃っているぞ。さあクニオ、あったムガベです。
さあいいディフェンスだ、堀端から国尾へシュート、直接打っていきました日本です。ただこれで終わるのはいいことでしょう。アリバ後ろからお番号、危ない、日本危ない、カメラが攻める、シュート、キーパー掴んだ、掴んでいます。さあ一進一退の攻防になっている。さあ終わりおばです、足速いんだよ、張りまたバス、いいディフェンス。さあ国尾です、さあ誰に渡るか、トムカメ、日本止めたい、シュート、さあゲインよく使う、あーっ危ない危ない、シュートタコスター、ヤカメクリア、危なかった日本、さらに攻める、危ない、まだ来るぞ、カメルーン、カメルーンの攻撃、国尾どこにいる、止めたい、国尾いた、国尾がいた、ここは国尾、日本危なかった、大きなピンチでした。今度はさ1点チャンス、やべやっぱり強えな、カメルーンです、さすが。さあワリオバ、国尾何やってるんだワリオバのシュート、前衛が落ち着いています。クラパス、さあ国尾から通るか、通るか、フォワードに通った、シュート打てない、寄り詰め、押し込め、押し込め、あー惜しい、惜しかった日本、あと一歩、コーナーキックです、ロスタイム。さあ誰に当たる、誰に当たる、あと当たらない、誰に、さあ日本抑えたい、ここは抑えたい日本、ここでホイッスルです。0対0、カメルーンぜ、0対0です。岩壁、さあ皆さんオフェンス面ぜひどうした方がいいなど教えてください。1パスでつなぐ、2任せる、3ドリブルで抜くです。いやーそれにしましてもなかなかね息が詰まるような熱戦になっておりますいやー強いわ、やっぱりカメルーンですからね相手は、これまでの相手とははるかに違います。難易度も普通に上がっています。その中で勝ち点はあと12ポイント貯めれば日本は決勝トーナメントに進みます。さああと20秒待ちます。作戦面変更ありましたら教えてください。さあ0対0です。後半カメルーン戦後半が始まります。では行きましょう、ゴーバイバイ。さあ日本ボール、さあカメルーンが奪っている、ワリオバです、止められない、止められない、ここを止めたい日本、足速い、シュートを直接打ってくる、全然追いつけない、さあ日本耐えどころです。さあサジです、サジが取っている、頼綱がいるぞ、うん、ヌガベです、カメルーンが攻める、さあ日本止めなきゃいけない、止めなくてはならない、ここを抑えたダコスタがいる、クロスが上がった、危ない、押し込むな、カメルーン危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、ヤカメがクリアしない、ワリオバ危ない、クリアです、危なかった日本、危なかった、寄り綱に通っている、シュート、必殺シュート出ている、どうだ、うーん惜しかった、いやーマジディフェンスで言うこと聞いてくれない、本当危ない。さあワリオバです、ここを止めたい、好きな人にさせたくない、危ない、ゲンエパンチング、ホイッスルが鳴っています、コーナーです、今コーナーです、マイボーだろ今のは、カメルーンの攻め、日本苦しい時間帯に入っている、クニオのクリア、さあ頼綱がいるぞ、頼綱がいるぞ、言うこと聞かねえ、ムガベです、ムガベです、タコ、さあクニオが取っている、さあクニオからどうするか日本さあ後ろからムガベです、ちょっと日本の攻め
攻めあぐんでいるという感じです、日本。さあ、ダコスタのシュート、シュート。残り時間30秒です、後半。0対0。さあ、終わりオーバー、終わりオーバー。ちょん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 してたよ。さあ、オーバンゴ、シュート。どこからでも打ってきます。カメルーンです。さあ、クニオ。さあ、日本。大きなチャンスになるか。さあ、日本。クニオからヨリツネ、ヨリツネフリーだ。シュート、シュート。打てない。さあ、サジダ、奪った、シュート。キーパーバック、もう一回押し込めるか。シュート。惜しかった、日本。クニオタッコ、タッコ。さあ、日本奪っている。ロスタイム、ロスタイム、シュート。ぶっ飛ばしちゃったよ。サジに当たってしまった。サジぶっ飛ばしちゃった。あー、PK です。スコアレスで PK に入ります。久しぶりの PK です。 PK きついね。カメルーン。さあ、クニオ決まった。やり方さえ分かったらなんとかなるわ。さあ、まず日本1点を取っています。よし、ほら、ここを止めたー。幻影、やり方さえ分かればですね。喋るね。あー、取っています。じゃあ、わら、なんか喋ってるか。ダコスタです。うわ、押さえました、幻影。さあ、サジ、あー喋ってる。なんか文句言っとる。オーバンゴです。うわ、シュート打せません。オリバター、うーん、惜しかった。さあ、抑えたい、ゲンエ。ゲンエだね、抑えたー。危ねえ。さあ、岩壁ー、もう一回、もう一回、どうぞー。あぶねえ。日本2対0。え、あーと入れられてしまった、入れられてしまった。まだあったんだ、2対1。まだあったんだ、今の。あぶねー。2対1。ねえ、ねえ、入れてもどうせねえ。だから勝ったと思ってたんだけど、もう1回あったからびっくりしちゃった、今。2対1。日本勝っています。さあ、日本、残り7ポイントで決勝トーナメント進出です。今、最後のないと思っちゃって油断しちゃった、今。最後まであるんだな、これな。よし、でも勝ったぞ、PK でも。63ポイント、残り7ポイントというところで、今日はここまでになります。最後 PK になったので、もう一試合できませんでした。でもあれだったな、やっぱディフェンス言うこと聞かないのきつい。いやー、そういうことになりますね。きついけど、まあでも普通でもいけるっていうのが分かったな。そうですね。ああ、残り7ポイントで決勝トーナメント進出、20勝を挙げています、日本です。さあ、次回、来週、いよいよ、そうだな、スペシャルです。そうだな、来週は、ちょっと早い時間からスペシャルでお送りします、ワールドカップ開催真っ只中。そうだな、記念特番としまして、来週だと何日だ、来週21日。あ、じゃあもうコロンビア戦はやってるな。そうですね、なのでもう、ね、もうサッカー三昧で。コロンビアやってその試合がどうだったかって。そうですね、はい、特番でお送りします。次回特番どうぞお楽しみに。いよいよ日本決勝トーナメント進出へ向けた戦いです。皆さん、どうもありがとうございました。またちょっと早く終わっちゃいますけど、記念特番、社長来る、わかりません。社長、今日もね、来てくれるかなと思ったんですけどね、正直待ってたんですけど、残念ながら来てくれませんでした。ね、来週ひょっとすると来てくれるんじゃないかななんて思っておりますので、どうぞお楽しみに。それでは皆さん、一緒にワールドカップの日本代表も応援することにしましょう。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。次回は特番です。長時間でお送りします。